雑木林に早春の日が差し込むのは、木々の芽が膨らみ林が緑に燃えるまでのほんの短い間です。春の一瞬のきらめきのようにあちらこちらに咲く可憐な花たち。ひっそりと咲き、人知れず散っていく風情から名付けられた一人静か。小さな花が固まって咲く様を平安町の女官の装束に見立てた十人一重。そして百合の花のような清楚な白い花を咲かせる稚児百合。一つの株から二輪の花を咲かせる二輪草。早春の花はどの花も儚く控えめです。3月の末、雑木林は芽吹きの季節を迎えます。冬の間葉を落とし、厳しい寒さにじっと耐えていた木々たちは待ちかねたように淡い緑やほんのりと朱色を帯びた新しい芽を日ごとに膨らませていきます。梢に降り注ぐ暖かい春の日を浴びながら、thank you.
武蔵野に散歩する人は道に迷うことを苦にしてはならない。どの道でも足の向く方へ行けば必ずそこに見るべく聞くべく感ずべき獲物がある。国木田ドッポはまたこんなことも言っています。その雑木林の緑は日に日に失われていきます。それは都市が広がっていくだけではなく、農業の在り方も変わってきたからです。でもたとえ雑木林が農家の役に立たなくなっても、それが日本人にとって一番身近な、そして人間が作った最も美しい自然であることに変わりはありません。12月の初め、雑木林に雪がありました。一生懸命草の種を集めて冬支度をしていたアリたちも急いで巣の中に引っ込んでしまいました。林はすっかり寂しくなりました。そして枝に残ったガマズミや紫式部の実だけが秋の名残を告げていました。初冬の冷たい空気に思いがけない美しい色に染まったクヌギやコナラの林です。そのささやかな自然がこんなに静かな安らぎの場所を作っています。今はすっかりコンクリートの街になってしまいましたが、30年ほど前までは関東平野にはこんな落葉樹の林がどこにでもありました。緑に輝いていた雑木林の木の葉は今ではすっかり色あせ、ほんの少しの風でもハラハラと散っていきます。晩秋の雑木林は落ち葉が舞い散る音が森のあちらこちらから聞こえてくるほどひっそりと静まり返っています。